やあ、クレハ君たちも生き残っていたんだ。あ、僕の方はトラップだらけのルートでさ、仲間たちの HP を削られてしまって困ったよ。どういうことだい？私です。君はプレイヤーではない。一部訂正を求めます、アファシス。まったく、なんで僕が落としたパッ。マスターはクレハ君？ちょっといろいろあって、私が来た時にはマス、じゃあニュービーの君がマスターなのか。おかえり。ここで待っていれば来ると思ったんだ。よかったら一緒にお疲れ様パーティー。仲間たちとちょっとした打ち上げをするんだ。アファシスの話も聞きたいし。どうだろう、あれ、君は。どうも、貢献使いキリトと戦えて光栄だったよ。仲間はあっという間にやられたし。時間、君はキリト君の友人なのかい？なるほど、アファシスを手に入れトッププレイヤーに興味を持たれる。よかったらいつきも来ないか？残念だけど遠慮するよ。今日は付き合ってくれた仲間におごる約束をしているんだ。君たちはどうかな？マスター、パーティーは初めての経験。もちろん参加するわね。キリト、アスナ、イベント大会おめでとう。パパ、ママ、おめでとう。ありがとう。だけど、超レアなアファシスを手に入れた。幸運なニュービーのお祝いさ。みんな、俺の仲間だ。わあ、美人さんなんですね、アファシスって。私がアファシスです。皆さんと同じに見えるかもしれません。ごめんなさい。はじめまして皆さん、私はアファシステムタイプ X A29000。 型番では呼びにくいでしょうし、私も舌を噛みそうです。どうぞ好きな名前で呼んでください。できるだけ短いのが好みです。マスターがくれた名前は特別なのです。だからマスター以外の方に使っ。うわー、羨ましい、羨ましすぎるぜ。あんた、俺も欲しい、俺だけのか。ジージー王に来ても変わらんな、クライは。そうだね、ナンバーが00だから。レイちゃんはどう？わかりやすくていいんじゃない？レイちゃん、よろしく。レイちゃん、承知しました。皆さん、よろしくお願いします。パーティーにお誘いいただけた。マスターがお留守の時でもどんどん誘ってください。へえ、マスターじゃなくてもパーティー加入でサポートが受けられるのか。俺は俺専用の可愛い子ちゃんを手に入れたら一人じ。だからお前はそこでがっつくから縁がねえんだって。それじゃあ改めて乾杯し、アファシスゲットおめでとう。早速噂になっているぜ、ニュービーがアファシスを手に入れたってよ。情報屋のアルゴさんもニュービーのネタは買うって言ってたよ。みんな欲しがっているから今なら高い値段が。へえ、それはいいことを聞いた。キリト君、友達の。ねえ、アスナの銃撃をかわしたって本当？初心者にできる芸当じゃないと思うんだけど。へえ、君って実はかなりの凄腕なんじゃない？得意な武器は何なの？フォトンソードは使える？その武器見たことないんだけど、どこで手に入れたの？二実装の武器？アファシスってそんなプレゼント機能があるの？はい、タイプ X だけが有する一回だけの特別な機能です。他にもいろんな機能があります。多分 AI にして。確かにこれは俺も見たことがない。でもそんなことがありえるのか。移動サポート機能、こりゃ GGO の戦術が変わる武器だぞ。エギル、初心者相手にぼったくったら許さないわよ。そもそも値段がつけ。それはまあ
友達価格ってやつで。まったく。でも本当にあなたはうん、ちょっぴり羨ましいです。昔から運はいい。ねえねえ、クレハはスコードロン入ってるの？うん、私は基本ソロ。狩りのために加入することはあるけど、あんまり長いはしないかな。あの、もしよかったらお友達になりませんか？賛成。私たちグロッケンにホームを借りていて、みんなでお茶したりおしゃべりしたりしてるから、いつでもおいでよ。歓迎するわ。ありがとう、すごく嬉しい。最近は結構増えたけど、男の人ばかりのスコードロンも多いみたいですね。そうなの、マスコット扱いされるのも嫌だから、特定のスコードロンには所属しないようにしていたの。クレアの気持ち私もわかる気がする。能力以外の、うん、私も同じ。何よりしっかり目標を持っているんだね。うん、私お手伝いできることがあったら。なんで、みんなありがとう。あのね、だからこうやってみんなと知り合えただけで十分幸せというか。なんか私まであんたのラッキーをもらっちゃったみたい。ありがとうね。今日はとっても楽しかったわ。おい、ちょっと。急にパーティーに誘って悪かったかな。想像しくてびっくりしただろ。口が悪いのもいるけど、みんな気のいい連中だし頼りになる。今度改めてちゃんと紹介するよ。君ってさ、ソロタイプだろ？そりゃ昔の俺みたいなフレンドゼロとは違うだろうけど、君がアファシスをかばった理由を聞いた時、妙な親近感が湧いたというか。俺はどちらかというと効率重視タイプだし、普段は理屈で物事を考える方なんだけどさ、それでも考える前に体が動くってあるよな。そういう時の理屈は後からついてくるんだよ。君もそんなところがあるように見えたんだ。うん、きっと君にとってあのアファシスは会った時から大事なものなんだよ。って全部俺の勝手な考えだけどね。外れ、それならいいけど、ゲーム初日からそんな大切なものに巡り合えるなんて、君は本当にラッキーだな。一つ聞きたいんだけど、いいかな。仮想と現実の差は何だと思う？世間では仮想、VR 空間はまがいものだっていう人もいる。俺はそうは思わない。だって俺たちは今、ここで生きているんだ。この広い世界を自分の力でどこまでも行く。ワクワクしないか？だろ。やっぱり君は俺と同じタイプの人種だ。ようこそ仮想世界へ。通称とにかく、私はとても利口なサポート AI であり、完全無欠の金庫なのです。そういえばチュートリアルはまだしていませんでした。クレジットやアイテムの管理、何か聞きたいことはあります？
覚えなければいけないこと、出かける前に、あ、街の中は、まあどんな場所でも私がいれば安心です。敵が出てもズキューン。さあ、カスタマイズポイントを使ってマスターや私のステータスを成長させてください。ステータスは戦いだけではありません。強い武器や防具を装備するのにも必要です。まずは、おかしいのです。なぜこんなに減りました。私では自己解決できません。今すぐ、異常事態です。スキミサイルを射出したり、お金を増やしたり、爆笑ジョークを披露するスキルがないのです。あ、原因が分かりました。マスターがヘナチョコなせいです。私は正常、全く問題。マスターがヘナチョコなのはただの事実です。落ち込まないでください。アファシスはサポート AI なので、使用者であるマだから、マスターが強くなれば。では、
よろしくね。遅いじゃない、あたしを待たすなんていい度胸ね。ほらさっさと行くわよ。まずはこの辺りを回ってみましょうか。GGO の設定は知ってる？勉強済みってわけ。今日は私がいるか。おい、あんたの連れているそれってアファシスだろ。よく借りたな。レンタル代結構高いだろ。私はタイプ X です、マスター。うえ、俺タイプ X なんて初めて見たぜ。本当にいるんだ。タイプ X ってマジかよ。超高性能 AI って噂だけど、どうなんだ。ええ、間違いはありませんわ。マジすげえ。いいな、どうやって入手したんだ。ちょっといいですか、そのアファシス。タイプ X なら30メガクレジットを出すという方がいるんで。30メガクレジット？日本円にすると30万円だよ。私はマスターのものです。他の方のものになるつもりはありません。お金では動きませんわ。当然の結論ですわ。残念です。もしその気になったら、それがしに。ここはいっつもワイワイ賑やかなの。じゃ、なんで GGO ってこんなに男臭いんだろう。これでも最初の頃と比べたら女性プレイヤーが随分。ここがショップターミナル。品揃えはまあまあ、初心者に必要なものは揃っているわね。ちょっと寄っていこう。私消耗品を買ってくるから、とりあえず自由に見。購入に迷った時は私に相談してください。マスターに現実をお教えしますわ。ええ、ステータスに合わない武器は使えませんし、予算管理は大事です。君たち買い物？ NPC ショップでは大したもの買えないよ。俺レアアイテムをいくつか持っててさ。あら、あなたいい人ですね。いやいや、やめときな。半端な知識じゃ騙され。失礼な、私の知識は完璧。おじさん、しかもその2かよ。自信があるなら止めないが、そいつは前もニュービーをカモにしていたんでな。プレイヤー同士情報で勝負するのは全くありだ。だけどよ、
ニュービーはせっかく銃好きが集まっている GGO なんだ。はあ、バザルト・ジョーさんに見つかったのが運の尽きか。今回はなんかあった？まさかプレイヤー間で売買してないよね。信頼できる。危うく騙されるとおじさん。おいおい、まあ、お前さんたちがあまりにものんきな雰囲気。だっておかしいですわ。銃が好きな方に悪い人は。お、いい子。確かに銃好きに悪い奴はいねえ。あのプレイだが剣使いはダメだ。しかも女の子に取り囲まれている剣使いは最おっと、喋りすぎちまったぜ。男の世間話ほどダサいものはねえ。助けてもらってよかったね、姉ちゃん。あのバザルト・ジョーって名前ランキングで見たことが。 GGO にふさわしい立派なガンマンでした。顔はそうね、 GGO プレイヤーらしいというか、こだわりが強くてモテなさそうなタイプ。いや、久しぶりだね。と言っても再会を懐かしむほどの時間ではないけど。覚えていてくれ。でもさん付けなんてしなくていいよ。あ、僕がみんなをくんと呼ぶのは訳ありでさ。呼び捨てにすると勘違いしちゃう女の子が多くて。それでさ、君に一つ、君はどうして NPC のアファシスを助け、この前の大会の録画データが手に入ってさ、参加者の戦いの様子を見てみたんだよ。その中で君は切りかかるキリト君と戦おうとすらせず、アファシスをかばうことに専念しているように見えた。確かにアファシスはレアアイテムだけど、君が殺されたら、それともあの時点でマスターと、あの大会の中で君のあの行動だけが理解できなかった。なんだろう、もしよかったら理由を教えてくれないかな。君は理解、失礼、大した知り合いでもない僕の質問に、君はいい人だ。マスター、ここにいらしたのですね。おっと、用事の途中だったのか。SBC グロッケンの主な施設はこんなところよ。変なおじさんもいたけど面白いとこ。他にもいろんなショップや情報屋がいたりするけど、一周するだけでも結構歩いたわね。マスター、メールが届きました。いいじゃない、早速行ってみようよ。お邪魔します、キリトさん。ごきげんよう、皆さん。いらっしゃい。道に迷わなかった？いや、
ちょうどよかった。この前の打ち上げではろくに紹介もできなかったから改めて挨拶させてもらうよ。はいはい、私から行きます。私はリズベット。 GGO では武器の改造を専門的に扱ってるの。武器を改造したり。ほう、手数料か。ぼったくられないよう気をつけるんだな。やあね、商人さんと違って私は職人なの。ね、私はリーファ、仲良くしてね。特技は空を飛ぶ速さなら誰にも負けないんだけど。空を飛ぶ？あ、そうそう、アルブヘイムオンラインっていう。そこではね、プレイヤーは妖精になって自由に空を飛べるんだ。もちろんこっちの銃の世界も楽しいけどね。リーファさんの気持ちわかります。今までは剣や魔法がメインだったからここは新鮮ですよね。あ、私はピノちゃんってもしかして新規実装されたペットじゃないの？あ、ピナは私と一緒にコンバートしてきた子なんです。でもいくらレアとは言ってもシリカみたいにペットは戦闘に参加するわけじゃないし、 GGO だと戦闘にコストをかけたいってプレイヤーの方が多くて。わかるぜ、リアルマネーが関わってくるとコストについてもシビアになるよな。俺もこの銃弾で昼飯代だなとかついつい計算しちまうし。そうなのよ、レアドロップを狙いに行くのもコストがかかるし、同じレアものだったら GGO のプレイヤーは武器を、あとペットって何よりも費用がすごくかさむらしくって、完全に高レベルプレイヤー向け、やり込み要素らしいのよね。そういえばピナがいつもよりたくさんご飯を食べるような気が。ピナ、もしかして、あの、私ピナのご飯代のために頑張りますから、いっぱい誘ってくださいね。よろし、そしてこちらがシノンよ。特技は狙撃かな。よろしく。シノノンの狙撃の腕前はトップクラスよ。3000m 先。3000m？ ありえない。はい、これはプレイヤースキルで補正しないと不可能に近い行為ですね。あ、かわいい。こんな小さいアバターあるんだ。150センチくらいの女性型。こんにちは、ユイです。この前パパとパパ。ああ、ユイは俺とアスナの子供なんだ。こら、あまりリアルのことを聞いちゃマナー違反だよ。一応言っておくけど、まだおじさんと呼ばれる年ではないよ、絶対に。ねえキリト君。そうだな、実はユイは外部からログインさせた AI なんだ。ザスカ、運営会社には内緒にしておいてほしいんだけど。驚きました、ユイ。ああ、人間のように見えるけどアファシスと。ステータスを見る限り GGO のプレイヤーと全く同じみたいだけど。 GGO に連れて行くためにアカウントを取ったんだよ。ちゃんと月々の接続料も払ってる。なるほど、そんなことも可能なのですね。先輩 AI というわけですか。いろいろと勉強させてください。はい、アファシスさん、これから仲良くしてください。ユイちゃんとは以前プレイしたゲームで出会ってね。それからずっと私とキリト君の大事。そうなんだ、 AI って聞いて驚いたけど、キリトさんたちの家。はい、よろしくお願いします。で、まあ俺とアスナは結婚しているんだ。あくまでも前のゲーム。 GGO にも結婚システムがあれば。まあそういうタイプのゲームではない。おい、そろそろ。おった。おい、キリト、初っ端から扱いひでえぞ。
悪い。こっちの大きいのがエギル。ナイストゥーミーチュー。この前は急に武器を売ってくれと言ってしまって悪かったな。UFG についてザスカーから発表があったのは知っているか。今後はレア武器として実装されるそうだ。俺も近いうちに手に入れてみせるからレクチャーしてくれ。最後に出てくるのが主役ってもんだよな。俺のこのメンバーの要、頼れるお兄さん、ムードメーカー、 GGO 女性プレイヤーの熱い視線をちなみに絶賛、彼女募集中。暗い。あんたというやつは本当すごくすひでえ。シノンさんの氷の視線が身にしみるぜ。ここにいるのはこれで全員かな。他にも仲間は何人か。キリトさんのスコードロンの名前。スコードロンは作っていないんだ。狩りに行く時とか必要に応じ、みんな付き合いの長い連中だからスコードロンのシステムはあまり必要ないかな。なあ、今までいくつかのゲームを一緒にプレイしていたんだけど、剣や魔法のファンタシー系ゲームばかりだったんだ。だからガンゲーの GGO に興味があってさ、みんなも来るって言うからまとめてコンバードしてきたんだよ。でもキリト君はここでも銃だって使っているさ。はいはい。それより、まあそうだった、君は GGO に来て紐はこの前のパーティーはとっても楽しかったから、みんなあなたたちと仲良くなりたいな。だから気軽に。よかったじゃない。 GGO は独自のシステムが多いから、いろいろ教えてもらいなよ。仲間は街にもいるから、見かけたら話しかけてみるといい。俺は SBC グロッケンを案内するよ。ここは迷路みたいに複雑、裏道から変なショップまで。あ、ごめんね、私がもう案内しちゃった。え、そうなのか。参ったな。俺はあんまりクラフト。あ、カジノにでも遊びに行くか。この間あるゲームで。キリト君、変な遊びを教えちゃいけません。わかったよ、場所の案内だけ。じゃあ総督府の端末、ターミナルの使い方はまだだよ。よし、決まりだ。俺に。この総督府ではクエストの受注ができるクエストオーダーターミナルや、今まで受付はターミナル相手で弾けなかったんだけど、大型アップデート以降は会話できるアファシスが入ったおかげで。じゃあまずはあそこにある受付では共闘クエストを受けることができるんだ。パーティーを組んでそんなに緊張するなって。俺でよ。あっちのターミナルではクエストの受注もできるし、俺は貢献使いだからあまり困ったことはないけど、玉切れにはあのアファシスに話しかけると、自分の探索フィールドに出てバトルをすると賞金は
賞金ランキングを上げる。積極的にって言っても普通に話しかければいいからな。クラインみたいに口説きにかかる必要はない。俺の中でもクラインのことだ。もしかしたら総督府の基本的な機能はこんなところかな。クエストはどんどんやっの。ちょうどシノンたちが来ているな。いろいろ質問をしてくれれば。私はアファシスタイプ B ですよ。キリト、はい、キリトだ。会えて嬉しいよ。ほっぺスリスリ。おい、いいじゃない、キリトだ。ストレア、他に人がいるんだし落ち着いて。もう仲良しなのはいいことだよ。でもアスナに勘弁してくれ。キリト君はどうしたの？私たちは狩りの帰りなんだけど。なあ、前に話しただろ、この人が。あ、キリトの目の前でトレジャーハンターをやっているわ。ねえ、またこんにちは。君とはこの前のアスナのパーティーで。君って変わった銃を持ってる。ユウキちゃんったら、狩りにちょっとリアルに。キリト君やハスナちゃんから新しい友達ができ。そうなの。だから困ったこととかあったら。ユウキたちも君のパーティーに参加したがっているし、きっと